クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノートです。今日は静岡県に来ております。後ろ見えますでしょうか？見えないかな海が見えますけれども、静岡県の、杉光園芸さん、そして杉山さんですね。はい、はい、こんにちは。杉山のり、友のり、あ、ごめんなさい、はい、杉山とんどりさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はの補助とか親木のですね、内容についてご紹介したいと思いますけれども、クリスマスローズを始めてからはどのぐらいですか？まあ、お父様がずっとやられて。そうですね、父親がやってからはもう40年以上にはなるんですけど、はい、自分自身が就農したのが、7年8年前になりますね。はいはい、私も以前ですね、雑誌の取材で20年以上前でしょうかね、お邪魔したことはあるんですけど、なんか20年ぶりの、この地へ来させていただきまして、大変恐縮しております。はい、じゃあ今日はちょっとよろしくお願いいたします。ここは種から、はい、交配したものが今、そうですね、本場が出てきているところですね。はい、11月ぐらいに、はい、種をまいたものが今こういう状態で、あ、なるほど、はい、発芽してるっていうところですね。11月にまいて、うん、発芽したのが1月、まあ、そうですね、年明けてから発芽し始めてっていうところですね。はいはい、だいたいどのぐらいまいてらっしゃるんですか？数ですと20万粒以上。20万、はい、ただここからの製品に仕上げるのには、まあ、はい、選別をしなきゃいけないので、はい、ここから12、3万まで絞ります。あ、はい、そういう人も多いですね。そうですね、はい、年間だいたい12、3万ぐらいですね、はい、製品として、鉢上げをするっていうような作業。また3月の中下旬ぐらいから、はい、そうですね、9センチポットに鉢上げをするっていうような流れになってます。はい、うん、結構早いペースで3月に9センチポットに入れて、うんうんうん、で次の植え替えは、そうですね、3月に、植え替えたものは9月から、はい、まあ、もちろん長い期間販売するんですけど、大体、はい、年内までに、はい、まあ、9センチポットで苗として販売をするっていうのが、はい、メインになります。はいはい、じゃあたくさんの苗が、うん、まあ、ホームセンターさんとかに並ぶっていうような感じですかね？うん、そうですね、もちろんホームセンターさんも並ぶんですけど、はい、今うちは小売店さんをかなり、はい、メインとして、はい、取引させてもらっているので、はい、まあ、ホームセンターさんだけじゃなくて、小売店さん、専門店さんに、はい、多く苗を納品しているというところになりますね。なるほど、はい、例えば関東ですと大きめのところだと、そうですね、実を言うと関東があまりないんですよ。東海地方、また関西とか、はい、あと九州なんかが、メインの納品先になってますね。はいはい、まあ、これから関東は伸ばしていきたいなとは思っているんですけど。そうなんだそうなんですよ。まあ、もちろん何件かは取引させてもらっているところはあるんですけど、はい、まだまだこれからかなというところですね。はい、関東については。はい、そうですか、残念ですね。でもね、頑張っていただいて、はい、これから営業頑張ります。はい、でもね、東京、まあ、あと横浜あたりとかですね、いくつか力入れてるところがあるので、うん、ぜひとも、はい、そういうところに入荷できるようになるといいですね。はい、頑張りたいと思います。で、9センチポットの次としては、はい、その今度は開花株、ね、そうですね、はい、まあ、実を言うと、そのさっき言った12、3万の中から、はいはい、今度その開花株に、はい、するためのものをまたそこから選別をするっていうような
ああ、なるほど。はい、12、3万の中から2万5千円ぐらい。はい、買い株で出るのは、はい、その2万5千ぐらいっていう。そうですね、2万5千から3万ぐらいですかね。はい、なんかクリスマスローズやり始めて、なんかこう良かったこととか、あるいは逆に、ああ、これは大変だなと思ったこと、今まであります。あ、まあ、そうですね、全く知らなかった、ものになるので、自分にとっては。はい、まあ、楽しいっていうのがもう先行してるので、はい、あんまりこう、まあ、もちろん販売していく中で、まあ、難しい部分というのはたくさんあるんですけど、うん、それよりも何ができるかなっていうところが、うん、まだまだあるので、ああ、そこが楽しいところではあります。その辺の、ね、状況はまた親株を見させていただきながらお聞きしたいと思うんですけども。はい、わかりました。うん、じゃあもう今楽しいばっかりです。そうですね、はい、楽しいです。あのやっぱりこう、ね、こう生産する人もね、好きな人はね、本当に、うん、あの顔見てるとね分かるんですけども、うん、もう溢れてます。本当ですか。ありがとうございます。やっぱり好きな人作っていただくとね、やっぱりその愛情がやっぱり花にも映るので、うん、はい、いい花がたくさん、可愛い花ができるかと思います。ありがとうございます。じゃあ次のところに行きましょうか。はい、ここはどういったところでしょうか。今映っているのが4号の、サイズの株になるんですけど、はい、大体そうですね、2月ぐらいから、はい、まあ、9センチポットの状態で、まあ、これであれば丈夫な花が咲くだろうという株をですね、はい、選抜して4号ポットに、植えてあるものになります。でこれが次の年の開花株の候補になりますね。要するに来年の、そうですね、はい、はい、2024年ですね、はい、になります。いつもで年数間違えてるんですけど。ただうちの場合ラベルをつけて苗としても販売をしているので、まあ、これももちろん9月から11月ぐらいまでは、花なしでも、販売はしているものになります。開花見込み株として販売してるんですね。そうですね。はい、その通りですね。開花見込み株ですね。なるほど。新しい葉っぱがもう出てきてますね。はい。ね、基本的にはだいたいもう発芽から2年で差がほぼ確実に咲いてくる。そうですね。その9センチポットから4号に上げる時の選抜をする状態で、まあ、これはもう確実に咲くだろうというものがね、大体、分かると言いますか。あ、なるほど、はい、はい、まあ、うちの特徴は本当に株を大事にすると言いますか、しっかりとした株のみを、まあ、お客さんに届けたいなという思いのもと、まあ、後輩とか、ね、育種をしているので、うん、その花が咲くという株っていうのも、まあ、だんだん見分けがつくようになってきまして、はい、基本的にはガーデンハイブリッドが主体で。そうです、はいはい、で約60種類。そうですね、60種類ぐらいは、交配はしてるんですけど、色とか模様とかの組み合わせで。そうですね、はいはい、ただ市場にこう出せるラベルとして起こせるものっていうのはまだ50種類ぐらいしか、はい、ないので、はい、まあ、日々こう品種を安定させて増やしていくっていうような作業をしてますね。うん、個人的にお好きな色とかありますか。おこれ結構おすすめの色なんですかとかいろいろ聞かれます、ね、聞かれるんですけど、はい、そこは禁断の質問です。いや、やっぱ一回答えても次また違う、うん、答えになってしまったりとか。わかります。そう、 あれも好きだな、これも好きだなってなっちゃうんで。私ね、以前はね、黄色って言ってたんですよ。あ、そうなんですね。黄色好きでね、うんうん、黄色ばっかり、あの、なんかしないと道が黄色多くなっちゃうなという、うん、ところが最近はね、やっぱりなんかもう限定回帰じゃないけど、白とか、はいはいはい、ピンク、ピンクもちょっと薄い桜ピンクとか、はいはいはい、そういうのになんか、年齢とともになんか落ち着きのあるようなものが、そうですね、欲しかった。あまりき、こんなことじゃないけど、キラキラしたいなという感じがしますね。うん、なんかこういつもなんだろう、
言ってるなっていうものはアプリコットが多いかなって感じですね。わかります。はい。なんかアプリコットって言ってるような気がします。アプリコットってでも難しいですよね。難しいです。色合いがね、やっぱりずっとこういう補助で出た色と、うん、あの私たちが購入した時その地域の出る発色が結構違ったりする。そうなんですよね、うん。そこは結構言われることはありますね。やっぱりハウスで、暖かい環境で咲いた状態のものと。やっぱね、あの皆さんの手元に、行ってから、育てられたそのちょっと涼しい寒い状態で咲いたものというのは色の、ね、濃淡が出てしまうのはちょっと、ね、基本的に、ね、寒いところ行くと濃いめで、そうですね、はい、で暖かいとどうしても色が、ね、少し薄くなっちゃう、ね、はい、そうなんですよね。でここは暖かいですよね。そう、基本あの暖かい場所にはなるんですけど、うん、そうですね、あまりこの温度の差をつけずに開花はさせているので、はい、まあもちろんブレアもあるんですけど、うん、少ない方かなとは感じてはいます、はい、夏はでも夏日っていうか、うん、まあ何度ぐらいまで上がります、30度やっぱり以上、わ上がりますね。それは結構期間長い。いやそうですね、長い方だと思います、うん、ただ暖かい時期の方がここの地域としては長いので、そうですよね、はい、逆に寒い時期の方が少ないかなっていうところですかね、うん、もしかすると生産している中で一番暖かい環境なのかもしれないですね、うん、その他の生産者と比べる、はい、ここ今ね新葉が出てきますけれども、はい、結構暖かくなるとその止まってきちゃうと思うんだけれども、はい、何月ぐらいまでこれ成長します？そうですね、まあ、6月になると、まあ、きついですかね、休眠期に入ったなっていう感覚はありますね、はい、まあ、でもそれここまでも引き伸ばせれば結構成長はしますかね。あ、そうですね、まあ、5月の下旬ぐらいからすべて遮光カーテンをしますので、まあ、そういう、ね、設備もね、そうですね、はい、東京なんかだとね5月下旬でも夏日になってくるんでね、そうですよね、結構きついんですけれども、はい、これでもね空気っていうかこう、はい、風通しがいいから、風通しは最高ですね、はい、そうですね、風通しはかなりいいです。ただ、まあ、海も近いんですけど、あんまりこの塩害とかっていうことも少なくて、でもなんかクリスマスローズは、まあまあ、千葉とかなんかで海の近くで栽培している人から聞いたんですけれども、あまりそういう塩害の影響を受けない、ね、そうですね、あまり受けないですね、うん、すごい大きい台風が来たとしても、うん、そんなに今まで気になったことはないですかね。すごい強い植物ですよね、うん、強い植物です、はいはい、あと元気が出るそうですね、はい、本当に、はい、じゃあよろしいですか。はい、ありがとうございます。こちらはどのようなハウスでしょうか。まあ、ここは基本的に開花シーズンに、花を咲かせて、管理をする部屋になってます、まあ、先ほど見てもらった4号の、まあ、開花見込み株もここに、はい、来てますね。で選抜されてそのまま販売されるものと、うん、はい、それと開花してから販売するものと、そうですね、はい、以前こちら、まあ、20年前ですね、うん、来た時すごい印象的だったのは、はい、ホワイトのピコティがのシングルでしたけれども、はい、山のようにあったんですよ、ね、なるほどだから当時はそのホワイトピコティっていうのはすごい憧れの、うん、あ花で、ね、なかなか入手できなかった時代だったんですよ、はい、なるほど。今はなんかねこう当たり前のようにこうありますけれども、うん、でもうピコティだらけでね、目がこうチブ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 してでも今でもなんかすごい綺麗なホワイトピコティを見ると、はい、やっぱりおすごいって、はい、思います。そうですね、はい、やっぱり綺麗ですよね。いや綺麗です、うん、もうあれでピコティ、ホワイトピコティのダブルが出た時はもう皆さん狂気乱舞しましたからね。ああ本当ですか今だいたい色合い的な、うん、先ほど、まあ、60種ないし50種ということで、はい、あるということですけど、色的にじゃあほぼ網羅して白ピンク黄色アプリコット、うんうんうん、そうですね、うん、あとバイカラーとかですね、はい、あとダーク系の色もあれパープルとか、ね、そうですね、パープル赤ブラックですかね、はい、まあ、バイカラーなんかも種類によってはちょっとダーク系のバイカラーとか、はい、まあ、明るいバイカラーとかありますかね、
と、まあ、それとかね、それもそうだね。そうですね、この辺なんかは結構はっきりと中と外の、はい、パープルと、はい、そうですね、綺麗ですよね。そうですね、最近 あんまり見ないのかもしれないですけど、中がグリーンで外がちょっと、はいはいはい、紫っぽいバイカラーなんかも、いわゆる原種系がそうですね。そうですね、はい、そのあたりは結構、うん、あ、すごいねっていうふうに言われることはありますかね。最近原種交配っていうのが結構、ね、好きな方も多くなってますけど、こちらでは特に原種交配は、そうですね、原種交配は一つもないです。あ、そうですか、はい、もうオリエンタリス系が主軸で、まあ、原種は原種そのもので、うん、販売をするっていうような、あ、それは一つの考え方として素晴らしいと思います、ね、あ、本当ですか、ありがとうございます。やっぱりこう、うん、混ざっちゃうと、うん、そのかなりこう厳密にこう分けとかないと、原種そのものがだんだんとこう変わっちゃう可能性があるんで、ね、はい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 、だからこう原種は原種できちっと管理されてる方が、うん、安全は安全ですよね、うん、なるほどそう、まあ、単純に原種っていうそのもののなんか、うん、良さっていうのが結構やっぱ好きで、で、はい、私も毎年、まあ、コロナでちょっと 3回ですから4年間行けてないんですけども、うん、今年の4月に一応予定としては、まあ、キッパーも買ってますけども、うんうんうん、行ってきます。気をつけて行ってきてください。いや、羨ましいですけどね。いや、一度に行かれた方がいいと思います。ああ、行きたいですね。やっぱりこう世界が変わります。あ、クリスマスローズの、ね、見方っていうかね。そうですよね、うん、実際に今所有してるその親木、がじゃあ、自分で取り行ったかというとそうではないので、うん、やはり販売されてたものを買って増やしてっていう、だからそこがどっから本当にルーツなのかっていうところは分からないままやってしまってるのは正直なんで、行ってみたいです。そうです、はい、まだ間に合いますから。そうですね、そうですね、はい、機会があればぜひ行きたいと思います、はい、結構大ぶりの花が多いですかね。そうですね、基本的に、ベースにしているものは、はい、まあ、大輪といいますか、はいはい、大きい花を、うん、メインにやってます。ニアウェイとかはね、やっぱりそういうのがいいですよね、うん、そうですね、さっき少し言ったんですけど、こう、まあ、もちろん花にもこだわりを持って交配はしてるんですけど、まあ、花よりも株を大事に、はい、考えてますので、まあ、こう育種をする中でやはりいくらこの花がすごく綺麗でも、うん、株が、少し貧弱であれば、やはりそこは処分の対象になってしまうといいますか。それは素晴らしいですね、はい、やはり消費者さんの手元に届いた時にこう誰が買っても、まあ、簡単にといいますか、うん、苦なく育てられる株作りっていうのを、はい、これ見るとこうやっぱり太いや、ね、新葉がね、新かなりこう上がってきてますもん ね、 そうですね、これかなり株立ち良くなりますよね。実は、ね、もう今ここに今手元に持ってもらったものが、はい、去年から、はい、販売を開始した新品種です。あらららら、たまたまなんですけど、はい、はい、それはどういうところが新品、新しいという、ですね、これ今お持ちいただいているのが、これ実は初期開花の株になります、はい、で、まあ、オリエンタリス系の、初期開花って、まあ、通常ですと花が1本こう軸が上がって咲くというのがセオリーだと思うんですけど、はいはい、これはもう初年度からですね、うん、無数の花芽を持って開花をするという、そう、先ほどおっしゃってたような、はい、要するに株立ちのいい、はい、シリーズと、そうですね、いうことですね。これ見た瞬間、はい、こうすごいなと。ありがとうございます先日ちょっとね、園芸専門のちょっと、展示会に初めてこうお披露目させてもらったんですけど、はい、かなり好評いただいてました。そうですね、はい、やっぱりこう昔はね、どちらかというと花ばっかり追っかけてて、うん、花は綺麗なんだけど、なんか一本チョロッとっていうのがね、うんうんうん、もうほんとクリスマスローズの初期の頃の様子でしたけども、うんうん、最近はもう株立ち、初年度から、うん、まあ、最初の初花から、うん、こういった株立ちのいいものが出てくると、やっぱり、ね、一般の人たちの栽培するとき楽しさが増すかと思いますね。そうですね、まあ、もちろん花の素晴らしさに特化して、出てきた新品種っていうのはそれはそれで素晴らしいと思うし、僕はそこを楽しむ方がいていいと思ってます、
ただこっちも楽しみ方として一つ提案、ね、いろんな要するにバリエーションがあるっていうのがこの花のいいところですね、うん、そうなんです。これしかダメだっていうんじゃなくてね、そうなんです、これもありきこれもあるよというところはやっぱりいいですよね。はい、そうなんです。人によってはやっぱり楽しみ方が違うんで、そうですね、ちょっといいこんないい株立ちですね、はい、この辺が僕が好きなアプリコット。あ、はい。それ映さないと。こっちだったから。あ、どうぞ。どちらでも大丈夫です。はい、この辺がまあ、はい、アプリコットって言っていいかなという。はい。はい、杉山さんの大好きなアプリコットです。あ、これフラッシュでね、綺麗ですね。そうですね。一応ラベルがあるのでこれを探して、はい、こんな形で販売されてますね。フリーダっていうシリーズで、あ、フリーダですね、はい、皆さん覚えましょうFEEDA FREEDA、はい、フリーダ、はい、あの杉山後輩の新しい、これ新シリーズの名前ってことですね、はい、そうですね、はい、フリーダシリーズという形で、はい、杉光園芸として初めてシリーズ化を、あ、なるほど、はい、したものになりますね。これちなみにこのフリーダという意味合いは、あ、そうですね、いろんな意味があるんですけど、はい、まあ率直にこのなんだろう、自由にこう咲き乱れるこのフリーなイメージでフリーダっていう名前をつけたんですけど、あとはうーん女性の名前になるんですけど、いろんなこの有名な女性の方の名前に使われてて、なんていうんですかね、こう力強い女性像というか、まあそういった意味合いも込めてはいつけさせてもらいました。なるほど、はい、力強く元気、はい、はい、あ、大丈夫です、大丈夫です、大事な人まあ今はねまだシングルしかないんですけど、はいはい、いや、あのシングルっていうのはやっぱりでも絶対忘れちゃいけない花のシリーズだと思うんで、うん、最近ねどちらかというとペンスのものが増えてきてますけれども、それはそれでまたさっきの話じゃないけどいいけれども、やっぱり元のね原型としてやっぱりシングルの花っていうのは大事にしていきたいですね、うん、そうですね、なんかふとこう見ると一番こう落ち着くというか、そうですね、で逆に言うとシングルって難しいかと思うんですよ、うん、やっぱりこう花の模様とか形が一番こう、うん、そうですね、目立ちますからね。そうなんですよ、シングルでいい花っていうのを作るのは結構大変かなと思いますけど、ね、大変だと思います。あのダブだとそのベースでなんかごまさかされちゃうとかあるけどシングルってなかなかそういかないとね。そうですね、今のアプリコットなんかもフラッシュですごく綺麗ですね、うん、はい、まあ、このフリーダシリーズはこうまあね偶然なところもあるんですけど、この花形も非常に揃いがいいものが多くて、そこも良さかなというふうには思ってます。もう来年からじゃあ販売、一応去年から販売はしてたんですけど、はいはい、販売先をですねちょっと制限したりとかしてて、あ、なるほど、まあ、去年から初めて10店舗で、今年は20店舗に販売して、はい、で来年はもう50店舗まで伸ばそうかなという、なるほど、はい、でこれからじゃあ全国に、まあ、まだ関東ちょっと弱いけれども、そうです、あ、でも関東一部納品今年もしているところはありますし、来年も、はい、予定してますので、はいはい、横浜、小田原あたりで、はいはい、横浜の某有名な、はい、ところですね、はい、そうですね、よっていうところですね、はい、違うんですよ。でもお声掛けをちょっとさせてもらおうかなと思ってるんで、はいはい、ちょっとこれからそうですね、見る機会が増えればいいなと、はい、フリーダで、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次いきます、はい、杉山さん、ここ結構花が大鉢がありますが、どういったものですか。はい、ですね、まあ、この15鉢、尺鉢のサイズなんですけど、はい、まあ、交配をする都合でこう親木をですね、更新をしています。で更新をする際に、まあ、言い方はちょっと、難しいんですけど、外れたもの、まあ、よりこういいものが出た時に、親として外すものが基本的にここにはあるんですけど、まあ、もともと親で使っていたものなので、品質だとか、まあ、花色花型が、よりいいものがここにあります。でそういったものを、まあ、もちろん販売もしていますし、あとはイベントなんかでこう、展示品として、まあ、飾ったりだとか、あと一応、シーズンになるとクリスマスローズの売り場をこう作りたいっていう
園芸店さん多いので、まあ、そういったところになかなか買うとなると高額だよ、ああ、はい、難しいよっていう方に対しては、まあ、レンタルという形で、うん、一応レンタル料金をいただいてはいるんですけど、あ、はいはい、あの貸し出しをしているという、うん、ものになりますね。はい、やっぱりこう皆さんこう小さい苗とか初開花の花を見ると想像つかないですね、これがどうなるかっていうのは ね、 そうですね、こういうのがあるとね、確かにこう、ああこんなことになるんだっていうの分かりますよね。やっぱりこのパッと分かりやすいイメージを、皆さんに最初に見てもらうと、こうよりこう理解度が深まるといいますか、はい、まあ、先ほど言ったオリエンタリスの特徴でもあるね、初年度のその開花っていうのがどうしても、まあ、知らない人にとってはあまりこのまあ金額に対してのこの見え方っていうのが理解しにくい方も中にはいると思うので、まあ、昔に比べば多少こう安くはなったとはいえ、ね、結局、ね、3000円だ4000円だっていう値段で売られてる場合が多いん で、はい、普通花で3000円4000円じゃ高いですね結構高いと思います、はい、まあ、なのでね、そういうイメージを膨らませるための、まあ、材料として、使っているというところですね、はいはい、とても綺麗ですね。ありがとうございます。なかなか今これだけある生産者、そうですね、びっくりしましたね大株はなかなか生産者さんのところに行ってますね、うん、大株がそうはないです。まあ親株でね、うん、あってもそんなに大きい株じゃないですもんね。そうですね、まあ、結構皆さんハウス、ね、見るとびっくりするところですかね、はい、ここら辺は、はい、はい、こちらは、どういったハウスでしょうか。まあ、ここはもう大元となる親木のハウスになりますね。あ、親株ですね、はい、たくさんありますけれども、おー、大体どのぐらい。そうですね、数えたことはないんですけど、はい、まあ、うちの品種数で言えば、5、60品種以上はあるので、はい、その種類が、そうですね、多いのだと10鉢以上はあるので、600、700ぐらいはあるのかもしれないですね。 ありそうですよね、はい、そうですね、まあ、オリエンタリス系統がほとんどで、 あと原種って、ね、はい、オリエンタリスっていうか、うん、あれですね、ガーデンハイブリッド、ね、あ、そうですね、ガーデンハイブリッド、はい、そうです、正式には、そうですね、はい、ヒブリダスで、はい結構そうですね、あと原種もなんかチラチラと見えますね。ちょっと後でまた一つ一つ、そうですね、ご紹介いただければと思いますが、すごいモリモリな原種なんで、はい、じゃあハイブリッドは、はい、どの辺がちょっと面白そうですか。面白そうなところ、はい、そうですね、まあ、じゃあ最近の流行りの多弁、多弁系多弁系、まあ、もう多弁については、はい、この色っていう、育種はしてなくて、はい、もう多弁咲きのものを本当にミックスしたような、はい、交配をしてるので、はい、まあ、いろんなものが出ますね、はい、種取りはもうまだ、あ、今やってます。あ、種取りというか交配を今、交配、ね、はい、やってますね、はい、なるほど。それ特になんか印をつけてたりとかっていうのは、あ、これか、一応、はい、差しラベルで品種の区別をしてますね、はいはい、その生産者さんによって違うやり方違うんで、ね、結構一つ一つにこの感じがつけてる方もいるんで、はい、いや、親木のハウスにしちゃうそういうマークがないなと思って、まあれちょっともう遅いかなと思ったんですけどそうだ、失礼しました。いえいえ、うちの場合はもう色目でこう、はい、くくりをつけて、まあ、差しラベルで、ね、はい、判断してますね、はい、なるほど、はい、納得しました、はい、よかったですあとは面白いところ、はい、面白いところ、まあでもチャレンジしてるのはさっき見せたフリーダシリーズなんかがそこに、はい、フリーダいきますか。じゃあ、はい、見てますか。フリーダはあれ新幹線ですか。あ、そうです。おっとっとっと、すいません、狭いところで。
この辺がまだ植えたばっかりなので、はい、そのフリーダーの特徴でもあるたくさん花芽があるっていうところが表現しにくいんですけど、はい、そうだな、このホワイトなんかは特徴がかなり出ていますね。あ、うん、香りがちいいですね。そうですね、こういった咲き方をするものを選抜して交配するのが、はい、なるほど、はい、フリーダーになりますね。まあ、基本的には先ほどお話ししたように今シングルがしたい、はい、っていうことですね。そうです。あ、でも可愛いですね、はい、これは写真が、あ、もう写真もどんどん撮ってください。一応系統が分かれてるので、はいはい、花形はもう本当に揃ってるものが多いですね。糸ピコなんかも綺麗ですし、はい、あ、ちょっといいですか、はい、よいしょ。あ、はい、はい、あ、なかなかこれですね、スポットも入って、うん、そうですね、こういうやっぱり芸の細かさっていうのは大変ですよね、シングルの場合ね。そうですねあのダブルだとね、こうバディちゃん見えなかったりするけども見えますからね。そうですね、そうなんですよ、ごまかしが効かないまあ、ピンク系もちょっと幅広く色目はピンク系統で交配してるので、まあピコティが糸ピコが入ったり何も入らない状態のこの何ですかね、ザ・ピンクというものもあったり、はい、いろいろですね。まあ、模様の名前もクリスマスローズたくさんあるんで、ね、そうですね、最近あの、はい、いろいろとあの表現の仕方が、ね、増えてるんで、昔はもう少し少なかったような気がするんだけど、僕にはちょっと分からない、かすりとかぼかしとかあ、ぼかしもどっかありましたね、そういうの、うん、最近でもこの模様、まあ、昔だったら当たり前だったと思うんですけど、あのスポットだとかブロッチだとかのそのはっきりしたあの特徴のある色目っていうのが逆に今少なくなってきたのか、人気がまた出てきたといいますか、問い合わせは多いかなっていうところですね、うん、やっぱりこうダブル人気がガーッときちゃったんで、うん、まあ私もある生産者さんとかを邪魔した時に、この前来た時ここに綺麗な、まあ、親木のハウスでね、はい、プロッチありましたよねって、いやもうなくなっちゃったっあいう感じでね、やっぱりシングルのそういういい花っていうのが、はい、特徴的な花っていうのはね、なんか失われてきてるのかなっていう気がしましたけど、どうしてもこのラベル内で販売するっていう、メインの、はい、なんですかね、生産目的があるので、うん、親木っていうのは、やっぱりバリエーション多く、うん、持ってる方なのかな。あんまりこうやめちゃうっていう色目っていうのはないですかね、うん、そうですね、クリスマスローズの、ね、いいところはやっぱりいろんな色があるというところなんで、うんね、ピンクだって ね、いろんなピンクがありますからね。そうですね、本当に、まあ、色はそもそもねたくさんあるので表現しきれないかもしれないですね、うん、先ほどのフリーダーのシリーズをこれからまあより広多くまあ出していかれるってことですけども、はい、他になんかこれは作りたいみたいなのあります？ああ、まあ一応今フリーダーが、シングルのみなんですけど、はい、まあ、実は今ダブルも少し、はい、交配を進めてまして、はい、でもちろんシングルダブルときたらセミダブルも、うん、考えてますんで、はい、ひとまずはこのフリーダーシリーズっていうのをどれだけこういろんなバリエーションで作れるかっていうことを、はい、ことをそうですね、中心にやっていきたいなとは思ってます、はい、いや私個人的にはセミダブル好きなんですよ。セミダブル僕も好きですそうですね、ぜひともよろしくお願いします。やっぱ株立ちが良くてね、はい、
まあ庭植えにしてもいいし鉢でねバーンって見せてもいいですし、ね、うん、楽しみですよね。まあ、確かにね年数かければある程度ねそう大きくなってくるけれども、うん、やっぱり最初からそういう株があるっていうのも楽しみ方としては素晴らしいかなと思います。ね、やっぱりあくまでこうクリスマスローズを楽しんでもらう人の底上げといいますか、人口を増やしていきたいなっていう思いがあるので、まあ、それであれば買った時初めて買った時から分かりやすいパフォーマンスっていうのはこれから大事になってくるのかなとは思うので、ひょろっとしたらね花一個だとね、うん、それで何千もすると納得いかないですよねそうですね、初めて知る方はそうですね、そうですね、なかなかある程度こう株立ちが良くて、はい、ああこれ2000円だったら買いたいなと、ね、はい、思ってくださると思うので、そうですね、まあ、そこは力入れていきたいなと思います、はい、原種あ原種いってきますか、はい、はい、じゃあちょっと移動します。最近なかなか原種で、生産されている方が少ないので、うん、非常に私も危惧してたんですけども、はい、杉山さんがなんか原種をやられているということでまあそうですね、一応、まあ、クリスマスローズの、まあ、ほとんど専業農家であれば原種もやってないとかっこつかないだろうっていうところで、はい、やっているってところですかね、はい、まずフェチダスですね。あ、はい、はい、まあ、やっぱりフェチダスはなかなかこう、ね、寿命があると言われている種類にはなるので、はい、うん、親木の確保が結構苦労しますね、うんうん、まあ、毎年こういい株があったら更新していくっていうような、うんうん、確保していくっていうことが必要になってくるかなとは。でも外から入手するにしても最近、まあ、種もあんまり入ってこないんじゃないですか。あ、種は買えます？種は買わないですね、うん、もう本当にここにあるものだけで交配し続けてるっていうところですかね。まあでも栽培方法としては最近なんとなくコツをつかんできたので、はい、サイズ感ですかね、やっぱり流通市場流通に載せてるのであまりこう大きいものっていうのは好まれないことが多いです。なのでコンパクトなサイズでこの花を咲かせるっていうところをちょっと、目指してやっていたんですけど、なんとか、去年あたりからいい結果が出てきたかなっていうところですかね、はい、結構赤リップが入ってる、うん、いい種類ですね、これね。そうですね、最近ねなかなかその綺麗に入ってるのが少ないんでね。あ、そうなんですね、非常に貴重ですね。昔はね結構あったんですよ、はいはい、最近はやっぱり品種的にこう日本に入ってくるものないんで、うん、本当国内にあるものをしっかりとこう栽培していただけると嬉しいですね、うん、まあ、もちろんこれも前だいぶ前はリップがないものもたくさんあったんですけど、うん、あるものをね集めたっていう、集めてる、はい、ところになります。やっぱりアットが綺麗ですね可愛いですよかったです、はい、そちらの大きいんですかね、株立ちが。あ、これですか、ね、これそうですね、今一番多分年数としては長いですね、うんうん、何年ぐらいですか。これは何年ぐらいかな、5、6年いってないか、これで4年ぐらいか、うん、うん、うん、そういうちょっと大鉢でやられると本数が増えてきますね、うんうん、そうですね、まあ有形種なんでこう脇芽が出るっていう感覚でいいのかな、うん、はい、どこだったらイタリアだったかな、フェチダスがですね、こう斜面っていうかね、こう寝転んじゃって、うんうん、そこでまた根を生やして、で、根気がね、でそこでまた増えてるみたいな。っていうことは、そうそう、ここの部分から根が出るってことですか。そうそうそう、おー、そんな感じのやつがあって、ね、と思ったんですけどね。面白いね、うん、じゃあ挿し木焼きから。あ、挿し木どうなんだろう、ないねそれもなんか面白そうだ、うん、はい、はい、結構ね斜面のところに入ってますよ、斜面で。そうなんですね、崖っぽいところ、崖っぽいところもありますね、こう崖にこうグワッて出てて、あ、そんな出方がするんですね、のあるし、まあ結構斜面にあるっていうパターンが多いですね、うん、色合いっていうか種類っていうのは何個かもう現地にも
あ、だからこのリップが発達しているようなところはある程度固まってあると。で、こっちはないとかっていう。おお、地域によってっていうことですね。面白い。フェチタスは結構あちこちで、イタリア半島行った時はね、あちこちでいますよ。見てみたい。結構大株もあるんで、ぐわーってね。それ、うん、そう。枯れちゃうんで、芽が出なくなっちゃう。現地でも寿命はあるんですか。いや、だから現地はずっと見てないからですよね。そうですよね。そうか。そこで大事なところなんですね。そうか。でも多分、まあ結構日本よりは当然持つと思いますけどね。うん。もしかするとこのぐらいのサイズのクロアチカスはあんまり見れないかもしれないですね、うん、そうですね、ないでしょうねで結局このクロアチカスも親の更新っていうのが、うん、するので今年結構この大株を販売はしたんですけど、うん、みんなびっくりしますね、やっぱり。なるほど、はい、これはあれですね、はい、聞き捨てなのです。そうですね、どこかの園芸店で売られてたっていうね。そう、はい、あとデュメトラムも、はい、特徴が出てますね。デュメトラムはシングルだけで、あ、そうですね、ダブルがあるのはアトロルーベンスとトルカータスが一応ここにはないんですけど、うん、はい、株はありますね。トルカータスがシングル同士の交配で割とダブルが出るんだよ、うん、わかんないね。ダブルが結構出るんですよ。ああ、それはその結構 DNA 的に強いんじゃないですか。うん、サトロルベースはたまにしか出ない。うん、そうだね、うん、原生地もあのダブルとかセミダブルが見つかったところっていうのは翌年行くとまた見つかるんですね。だから一回見つかると、で個体差が激しいじゃないですか、アトロルベンスとトルカータスって、うん、あれも現地でも違いますね。ああ、ただあの大きく言うと内陸側はそのアトロルベンスなんか見るとですね、こうパープル系のものが多いんですよ、うん、で内陸から海岸に近い側に行くとグリーンの花が多くなってくる。だからその解釈は一つはですね、あのアントシアニン、温度が高いと分解するので、はい、寒い内陸側では発色よくパープル系の花が出すけれども、海に近いが暖かいところになると、まあ、地中海性の気候でね、暖かいですから、うん、そっちになると消えてグリーンになる。花の色で種類は分けられない、うん、分けられないですね、という、これはもう大学の先生もおっしゃってました、花の色で種類は分けられませんと。なるほどね、うん、まあ、ボッコネ、ボコネお好きだっていうことですが、はい、ボコネ好きです。まあ単純に匂いが、はい、はい、好きなの。かなりの香りのある種類を選抜されてるっていうことなんですね、うん、そうですね、まあもうやるからには香りがないとっていう考え方ですかね、うん、はい、そうですね、ボコネ私行ったことないんで、なんか南イタリアなんで、ね、うん、あのローマより北しか行ったことないですよ。ローマより南行ったことないんでね。しかないっていう、いや、シチリアだけじゃないですね。シチリアとこのイタリアの南側の、あの靴のこう先っぽぐらいとか、はいはい、あの辺にもあるんですね。むしろそのシチリアに行かれた方が見つからなかったっていう話をさっきしてて、結局原生地では雑草なんで、うんうん、開発の手が入ると、あ、うん、今ね危ないところにはクロアチクスが危ないかなと思ってるんですよ。クロアチア、うん、クロアチクスのちょうどサイトっていうのが前は何かしか多分あったと思うんですけども、はい、一つ一つやっぱり開発の手が入ってきて、はい、なくなっているみたいなんで、で残された箇所もですね、私たち何回か通ってる間にですね、ちょうど南北に
あの道路が伸びてて、うん、その東側の斜面に向いたところ、東側に向いた斜面にクラシカスが自生してるんですよ、うん、ずっと要は朝日は当たるけれども、はいはい、うん、西から、あ、西じゃないか、うん、そうか、夕日は当たらない、当たらないってね、うん、でなおかつ山の中上がっていくと薄れていくんですよ、その際ぐらいのところを要するに好むんですね、その際にあったやつがその歩道、サイクル道路かなんかね、歩道を拡張しちゃってですね、ズバーって流れちゃう、うわもったいない、そこがかなりいい花がたくさんあったらしいんですけど、へえ、だからそういうことがあるんで、その山側もいつ、ね、開発こう削られるか分かんないですよ、だからね、人家がとかできちゃって、そうですよね、そのだから道路隔てて反対側人家ずっとあるんですよ、だからクロアチクスはその道になくなるんじゃないかなと、いうちょっともう少し広範囲に分布しているものだったらまだいいんだけど、はいはいはい、知ってる限りじゃそこしかないんだよね、なるほどね、まあね、現地でしてみれば単なる雑草なんで、うん、どうしようもないですけど、そっか、単なる雑草になるのか、そうなんです、単なる雑草私最初にあのモンテネグロに2006年に行った時、現地のこう人から言われたら、こんな私小さい頃から踏みつけてるような花を見にわざわざ日本から20時間をかけて来たのと言われましたねすごい言われようですね、そうそうそう、アホじゃねえかそっか、まあまあそんなものでもたくさんあるでしょうね、うんうん、他の国行けば価値があるっていうね、う、うん、ね、でも僕この辺はね、うん、すごい株姿がすごくいいですよね、そうですね、うん、まあ、葉っぱも特徴的だし香りもあるんで、こうなんかまたね、ハイブリッドゲートも全然顔色が違うので、うん、花色もグリーンですけど爽やかなんで、うん、まあ、グリーンって言っても今日ちょっとあれですね、このなんていうか白みがかったりとか、うん、あの薄いですよね、うん、そうですね、まあ、非常にうちとしては結構人気があって、あの問い合わせも多い原種なので、はい、なんだろう、結構当たり前のように作ってました、はいはいはい、うん、あとはどうぞ、あ、すいません、アグチフォリウスですか、そうですね、アグチフォリウスになります、なかなかこう初年度は1年で、まあ、咲くと言われてる原種ですけど咲かなかったんですよ、うん、でそれはあのフェチザスも初年度はそうだったんですけど、うん、だんだんこうそういうものだけを集めて、よりそういう一年で咲くようなものを選抜していくっていうような方法を取っていくしかないですね、うん、ね、こうまん丸で可愛いですよね、そうですね、リビダスはもうそのあまりこうクリスマスローズを買いたいっていう人でもなではなくても、はい、手に取りやすいこの見た目というか、うちはその販売が基本的に苗にはなるんですけど、うん、あの花付きで販売する際もあまり大きい鉢に植え替えるっていうことはせずに、あの9センチポットで花を咲かせて販売をしてます、うんうんうん、まあ、それはもうそのこの植物が持つこの見た目の雰囲気とその鉢のサイズのバランスっていうのをちょっと重視して考えて販売してるんですけど、やっぱり寄せ植えなんかにもすごくあの使いやすい商材なので、寄せ植えの場合はやっぱり9センチぐらいの小さいポットがいいですね、そうですね、すごく好まれるので、で開花もまあ1年であの開花するものなので、あのまあ単価的にも手に取りやすい価格帯になるので、うん、まあ、そういった意味ではあのクリスマスローズを売ってるっていう感覚はちょっと少ない、うん、薄いかなっていうところですね、なので本当に幅広い方に好まれる、原種じゃないかなと思ってます、うん、リビダスもね、ちょっとあまりこうね、と暖かい地域だと、うん、雨が出るとあまり良くないですけどね、うんうんうん、ちょっと軒下、うちなんかでやる場合は軒下で管理してます、そうですね、栽培方法はどうしてもやっぱり
変わってくるかなとは思うんですけど。まあ、でもこの独特のこう葉っぱのねこうマーブル模様もねすごい独特ですからね、うん、このリビダスね、うん、そうですね。うちはでもこれは3年、そんなにまだ初めて、うんうん、立ってないんですけど、はい、非常に人気は高いですね、はいはい、いやハイブリッドもいいですけど原種もいいですね。原種もいいです。原種は原種で魅力的ですね、うん、なかなかの原種をですねこう作っている生産者の方少ないんでね、うん、もう大好きでしょ。いや本当にこの自分が他県 の, そのクリスマスローズ生産者の方と交流がものすごく少ないので、はいはい、情報があまりないのでどういう生産を皆さんされているのかというのは知らないっていうのが現状ですかね、うん。まあ、でも有形種の原種っていうのはねやっぱりこれからもやっぱり見直しされるべきかなと思うんでね、うん、そうですね、まあ、僕ねあれですけども、うん、他のやつあのクロアチアのお株なんかもね見応えありますよね。そうですね。やっぱりあそこまでガッと広がってくれると、はい、またそうですね、やっぱ花が小さい、うんっていうところが、まあ、もちろん特徴じゃないですか、うん、それもこう初めて見る人からすると衝撃的なフォルムというか、うんうん、多分好まれるじゃないかな種類じゃないかなと思いますけどね、うん、はい、原種、そうですね、原種じゃあ流通量がものすごく少なくなるということですね。そうですね。ないですね。はい、頑張って増やしたいと思いますけど。はい、だからどちらかというと、原種系だとあの道仙坊さんのね、あ、はい、メリクロンのやつとか、うん、あと松村ナーセリーさんの、うん、どちらかというとカラーリーフという観点で、はい、その原種そのものというかかなり選抜されて、そうですね、符が入ったやつとかゴールドとか、うんうんうん、そういったものがあるけど、まあ、ノーマルって言い方あれですけども、うんうん、普通に原種の、作ってる方っていうのはなかなか私も知らないんでね、お今回非常に勉強になりました。あ、こちらこそなんか勉強になりました。はい。大体このぐらいですかね。そうですね。はい。なんかもう紹介すればキリがない感じになっちゃうと思うんですけど。じゃあ最後にじゃあ何でしょうかね。なんかってくるんだけど。最後に。最後何か言いたいことは。言いたいことですか。そうですね。全国のクリスマスローズファンに。まあ基本的にすごく丈夫な植物。ではあるので、まあ、いろんなこう、ね、作られてる方とか、まあ、販売されてる方がいろいろな思いを持って発信してる物事、やっぱりこう細かく考えすぎてしまわなくても、十分簡単に育てられる植物なので、まあ、そこはこうこれからも伝えていきたいなとは思ってますし、はいはい、こうなるべくこうまあ、正しい情報をなるべく掴んでほしいなっていうところは思ってますんで、はい、クリスマスローズ楽しみましょう、はい、はい、ありがとうございます、はい、しますね、いいし、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいたくさんのクリスマスローズの花を見られて私も心がこう今ドキドキしてます。ありがとうございます。また来年ね、まあ、今年のまあ終わりというわけじゃないですけども、うん、市場にフリーダをはじめたくさん須山さん の, 交配したお花が購入できると思いますので、はい、皆さん大注目です、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、どうもありがとうございます。すいません、いえいえ使っちゃって、いえいえ、うちなんかでよければまさかこんなことになるとは思ってなかった。 YouTube でクリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますので
チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。